あれでも街灯あんねん。ちょっとあれつくんだ、わかんねん。いやでもね、多分ここだ、入り口の、うん、あ、でもあれついてないね、ほらこのスピーカーのとこ、帰れってやつ、ほらほら言わねえ、帰れって言わねえ。あ、すげえ、え、電気つくの超感動してんだけど俺これで、うん、え、すげえ明るい、え、明るい。いやでもね、そんな、うん、多分俺もそんな感じするね。あ、ここで終了だ、うん、多分。いやでも明るいな、あっちも。あれ、あっちも明るいよ。でも超ありがたいっすねこれ。いやー、ありがとうございます、高尾山の上の方々。わかんねえ。いや結構ありがたいよこれ、撮影してる側もありがたいようん、もう刺さっとるよ。あー、なんかもうしゃぶしゃぶ食いたくなってきたな。シャビを行きたくなってきちゃったよあれお買い得だよね、確かに。あそこ超コスパいいよな、うん、あ、でもこっから先は暗いかも。あ、ほんとだ、ピカピカしてるね。ちょっとアップします。うん、ガーが取れてんね、なぜか。綺麗、よし、じゃあいいや。すんごい綺麗。このカバーってどこで買ったの？え、それ？うん、Amazon。 あ、安かったと思う、それ900円だった。あ、そうだよね、こうちゃん買うのって大体1000円以下で買えるものを探す。こうちゃんじゃないよね、あ、違うだった。あ、それで落としたら俺も。いや、それ一応ほらストラップつけて首にぶら下げれるような、あ、やっぱそら、うん、あ、やっぱないか、甘くなかった、うん、下の方だ。普通にね、あ、やっぱここ一応街灯あるけど、やっぱつけないか。つけないね、大晦日とかはつけないかもしれないね。いや、つけないんじゃない、俺もつけないんだけど、うん、あのケーブルカー伝ってくださいってな、うん、なんてことはない、気のせいだってここだけだ、うん、真っ暗やな。で、この状態で下手したらまだ下山中だったと思ったら、やっぱりね、やめて正解だよ、うん、神経使うから暗闇の下山。まあ、ここまだもう慣れてるからいいけどね。あ、まあ一番は別にいいんだけどさ、うん、他の山道、うん、足元動画になっちゃう、うん、ここがね、大体ないんだね、ここ大体ない、うん、自然のあれで結局なかったね、うん、何の警告ないんだろう、ね、本当足元動画で前やっても何も見えないもんね、これ。足元動画にしよう。あ、綺麗。こっちね、ピカピカしてる。なんかいい。はい、何を？この辺映す。いや、多分ね、そんな。シルエット食い。見えねえ。シルエット。何も見えねえ。足元動画見える。これ良かったね、6行かなくていいよ、危なかったな。いや今頃もピーピーしながら降りて、ほら暗、何もない、なんかね、変な緊張持ちながら降りるよ。腕につけるやつ欲しいな、うん、あー、むしろそれったら6、ね、6号路とかも完全登山道でも取れるから、それ登山道に片手、これはきついから。でもカメラというかスマホをさ、なんか
かポチみたいな感じで入れるやつだと思うんだ。で、画面のところだけあの透明になってるやつだ。あ、はいはい、だと思うから、向きさえ逆にすればいいだけでしょ、多分。うん。あの、まあカメラレンズがちゃんと出るかどうかって調べないといけないけど、枠とか。まあ、久々に内ホール神社の東京の坂道、久々に見るとちょっと足に来る。そう。楽しみでしかない。いや、いなかった。見てもわかんないよ。あの、多分反響して聞こえたから一緒にいたのかな。でも、いつもね、多分ライトついてなかったら多分気づけないよ。あそこも見たくねえ。さっきあの、カメラ見てたのにさ、うん、裏付けちゃったのかさ、姿が、はいはい、みんな早いな、うん、ね、ちなみに GoPro とかこういう夜も撮れるんだろうね。ああ。ただあれさ、パソコン取り込み式じゃん、まあ、めんどくさいんじゃない。 iPhone でもそのままつけるってさ。まあね、あの、iPhone じゃねえや、 iPhone にも接続できたりしないのかな。直接その YouTube にあげられんじゃん、プロって、うん、あれ楽、それ iPhone の強みだよね。もうほぼパソコンみたいなもんじゃん、これが、まあね、そう、それが楽。まあ本当は動画編集とかできたらいいんだけど、細かくモザイク入れるとか。一応そういうソフトあるらしいけどさ、なんかそんなに iPhone は整ってない気がする。あるとは聞いたけど、あれバージョンアップすると使えなくなるじゃん、うん、安いのなんか知らないと。鼻が冷たい。今100均のとかでもいいからさ、あのスマホ、うん、使える手袋とかあるじゃん。はいはいはい、5本入れるの、うん、あるのでもいいから1個買っとけばいいよ。意外と役に立つから。なるほど。最悪3本指出てる軍手みたいなのもあるじゃん。まあ使えるよあれ。私3本の時結構ああいうの使ってる。あれ使えるよ、椅子のキャップ。あれ軍手切っただけだって言ってました。ああ、やべえ、鼻水が出るね。あ、寒くはないんだけど、そんなにぶっちゃけ鼻が冷たくなるからさ。あ、マスクいいよ、だから。あ、まあ、だからマスクなんだよ。冬は一石二鳥だな。顔も買って、顔も暖かいし、コロナでさ、うん、口元も多いし。超明るくなる。車が来る。ぬーって、うん。車がお通りです。ライトあっち側に向けとか。うん。あれ、あれさっきの違うかも。何も見えないの後ろ、やばくない。今後ろ向きました。何も見えない。何も見えない。足元どう。夜撮るの怖いんだけど、まあ、慣れてるとはいえ、うん、暗いから、まあね、しかもほら、うちはこのライトちゃんとやってるからさ、車も多分気づいたじゃん、うん、登山客いるって、うん、つけてないで歩くって言うじゃん。あれ一番危ないよ、しかも冬ってみんな黒い服ばっか着るし、まあ、引かれに来てるようなもんだ。U ターンするんで、スイッチバックしないと。 U ターンというか切り返しない。
ね、また明日も行けると思うと、明日もし最後行こう、10時ぐらいに行くかも。あれ、まあ、ほとんど準備するもん。2回ぐらい折り返してない。大変だよ。だから1回で行けないよ。怖っ。1回っていうか、1回のスイッチバックで行けないよ。あ、違う、車が来たんだよ。来たから、だからだ。大丈夫かね、あっちから送ると。2台止まったらあそこに。どうだからだよ、1回で行かなかった。そういう意味であそこ広いって助かるね。どうするんだろうね、3台って。この車の状況。落ちないんだよね。あ、来た来た来た。トラックが来た。あ、来た。このくるくる動画撮るか。ああ、すごいね、これ。ここはね、車大変だと思うよ、かなり。いいね、階段じゃなくても。あそこの神社じゃなくてもいい。三六亭の方向じゃなくていい。三六亭だって。どうした？なんかすごいみかんが。どうしたの？なんかいた？気のせいか。気のせい。なんかイタチみたいにいた。またね。ライトが性能良すぎたから、結構奥まで出てきた。足元動画だった。もうちょっと。こっちから行きたいってこと？いや、こっちから行く。嫌だよ。怖い。もうみんなが通る。いや、もう下山させないよ。みんなが通る、このルートと。で、今もういいよ。この折り返しのところです。暗闇下山は本当に、こういう道じゃないけど。そうだったらまだいいけどね。全然いいです。ただなんだろうな、あそこより安心はするんだよね。あの三宅の方が嫌だった。三宅なんか怖いよね、同じような道なのに。いや、やっぱ標高高いのと、そこより多分深いんだと思う、山が。ああ、だからより一層なんか押し寄せてくんだよ、暗闇が。なんかゾワつくるよね。あの時まださ、こういうライト持ってなかったって思うんだよ。まあね、ちょっと悪いと思います。三宅ここ結構通ってるから、なんか安心感。本当はダメなんだけどね。いや、やっぱりルール装備してる。もう足元動画なんで。あれ何やけどってたっけ。ちょっと無罪気づいていけないから、オープンところ。まあいいや。コンピューター台のこと言ってた。あ、そう、コンピューター台、コンピューター台、コンピューター車、コンピューター台、コンピューター台神社。コンピューター、ここで U ターン。あ、ごめん。後ろに人いると思ったらやっぱいなかった。なんか反響するんだよ。まあ後ろにいるっちゃいるけど。一応後ろに。ここがちょっと急。ちょっと急なんで、ここ。はじめ社長がやつ、あの、超明るいやつ。あれ超欲しい。なんだっけ、何ルーメンだっけ。あれ多分ね、迷惑になると思うよ、明るすぎて。あれ逆にさ、本当に災害時に役に立つやつだよ。停電だったら相当強い。ただあれあっという間に切れるでしょ。まあ消耗早そう。うん、あれ優秀だと思うけど。要はほぼほぼさ、家の電気つけた時と同じぐらいの明るさだもん。あと遭難した時とかね。うん、でも見つけてもらいやすそう、あの光なら。ただあれって電源じゃなかった？電源というか、何でやってたって、なんか充電しなかったっけ。あれしてたよね、結構かかってたでしょ。大変なの見つけてくるの。
超高そう。あれってメーター高さんと。いやでもあれ大体多分ウーム様がこれあるよってやってくれてると思うよ。まあね。うん。楽しそうじゃん。実際苦しいのか知らないけど。でもあれね、苦しかったらねやめた方がいいよ。あれ編集もう面白いなって込みでやるんだったら全然いいと思うけど、うん、あれで編集もなんかうわつまんねえなっていう風になったりやった方がいい。本当に楽しそうだね。編集もね。てか本当に編集の仕方が変わりすぎて。あなるほど。ごめんあんま見てないからちょっと。俺編集とか一切しないから。いや売れたら。この間やってたんだよ他の芸人さんのつまらないなんかさえない。YouTube 動画、はいはい、フワちゃんが編集し直すってやったら、うん、あ全然違うと思って、あのなんだろうな、センスなんだこれやっぱ、だからもうそれで飯食うとかさ、そういうのだったら別だけど、そういうの系じゃないから、でもその元々芸人さんのさ YouTube ほんとくそつまんない編集とかだけ、そのままでなんかそれ見てくれで見る作る動画ってめんどくさいじゃん。フワちゃんすごいな、うん、あれは才能は天才だと思うよ。もともとこういうのをやってた頃なんですね。うん。本当に、分かってきたも言ってたけど、分かってきまつくって言ったじゃん。もう頭いいって言ってた。ただ、なんだろうな。よく分かんない。視聴者は叩いてるけどね。よく分かんないやつは別に叩かすときゃいいんだよ。フワちゃんは叩かれてるね、なぜか。まあ、叩かれやすいよね、あの芸風だと。うん。まあ、次しょうがないのかな。好きだけどね。すごかったもん、柴田さんが。柴田って言ったじゃない、柴田じゃない。うん、あの YouTube の柴田じゃないよ。アンタッチャブルの柴田って言うの。メガネかけてるし。うん、あれがなんか、自分はいいけど尊敬されてる人に言われてるのはどうかなっていう風な、うん、多分ね、真剣メニューは行ってないと思うんだよ。どっかの部位で行けるらしい、行ってたらしいんだけど、うん、ただヤフーって悪どいから、ヤフーにつって、うん、なんか持って言うじゃん、ああいうのって、まあね、そんな実際見るとさ、そんな行ってないのに、あのよくあるのがなんだっけ、ワイドなショーってあるじゃん、まっちゃん出てるやつ、あれとかそんなさ喧嘩腰で全然行ってないのにさ、すごい喧嘩マジ切れみたいなやつでかけてやった。多分それも言ったと思ったけど、それで書いてたらやっぱコメント欄にすげえ書かれてたけどね、なんでこいつがこんなに許されてるのか理解できないかって、うん、いやいやいや、多分そういう風に書いてるあなたたちみたいで全然頭いいですよって思うけど、そこに坂がね、きついね、あ、ここね、ここちょっとね、湿ってるとこは、あと、あ、そうね、今日はまだ大丈夫だけど、じゃあここ最後の曲がり角ですね、行きましょう。そのあれ上にしなかった、あ、いる、あ、いるね、あ、結構鼻らかす、そのあたり、あ、こちらの頭いいと思うよ、確かに。そうだろうね、あれ、こんな高いかな、それかもう、むしゃくしゃしてるの、なんかね、それでヤフーのニュースも変なユーザーに対してさ、いいねとかすげえつくからさ、あれはどうなのかなって思う、まあ、すべてがすべて正しいだけじゃないけどあれ、うん、そういう風な風潮あるけど、いいねがつくのが正しいって、ついたとこあるじゃん、熱くなってきた、まあ、コクを前に取ってきたらさ、うん、ツイッターもなんかよくわかんないのがたくさんいいねつくよね、これいいねつくのみたいな、まあでもさすがに伊藤健太郎さんのあの免許証の話が反対意見あったけど、うん、まあ、通報してもらったとしても多分第三者が通報しても意味ないとは思うけど、あれ事務所動かなきゃダメだよ、朝晩されて終わりになって、警告されるとか、いや警告じゃなくてお金取った方がいいと思うよ、そこまでやったらツイッターにやったところでツイッター社だったらそれぐらいしかしてたから、うん、あれだって別にあれだけじゃ犯罪にかって言われたら犯罪にならないじゃん、プライバシーの侵害なだけで警告みたいなさ、
うん、いやでも事務所書けばなるよ、もなる、あの、うん、本人がそれによって傷ついたとか、うん、そうだね、第三者何って言うね、残念ながら無駄だからね、あ、こいつバカやってんな、あ、そう、ちなみにリツイートもダメだよ、一切やった、あ、自分も当てはまっちゃうから、あれあれ、危険なとこ、あれでね、あ、こんなことすればがいるっていう風にやりたい気持ちはあるけど、あ、でもやっちゃダメ、あの、加担したみたいな、そう、それでその、例えばリツイート分、うん、1000アカ分全部取られるとかあるからね、実際確かあったはず、だからね、うかつにね、引用リツイートとかもやっちゃいけないんだよ、バカやってるだけやったらいいけどさ、だからそういう風にカラリプで書いてる、こういう風に例えば晒してさ、やってるやついるけど、いや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 、なんかそれ捕まりますよって思って、前例あるからさ、それ前例知られないのかね、あいつたちって、もうお金取られた方がいいよ、それ知った方がいいよ、もうあるよね、日本そういうとこね、うん、なんかめんどくさい顔なんだろうけど、たくさん取れるんですよね、まあ多分ね、訴える側がお金払わないと頼むんだろうね、でも訴えたところですげえ金もらえるじゃん、1万だったら1万人に10万円もらえるぐらいもらえる、それで1億ぐらいもらえるよ、暑いよね、暑い暑い、だから日本うまい食ってたらだんだん熱が、うん、あ、違う、金もらえるの暑いな、しんどい、よし、あともう一つマスク、マスク落ちすぎやん、ほら、でも俺もマスク落とさないと、あ、違う、手に引っ掛けてるから落ちる、あ、あったあった、いや、これ20分超えたけど、あそこの入り口までやっちゃう、真っ暗だ、ほらもうこれ、1ゴールの終わりのね、もうまっすぐ歩くだけなんで、これがね、石じゃなくて、網だけになったらもう終わりって感じだよね。だからまだいいよ。もうサワーね。サワーはいないと思うよ、もう。いや、もう人がすげえいるから出てこないんだけど。いたけどね、いない時は。そうだ、人がいないから出てくるんだよ。やっぱ、クマとかそうなんだろうな。ん？クマとかも。あ、まあ、本来はね、臆病な生き物だから、人がいる時は寄ってこない。けど、彼らにとって今、死活問題になると、新世代型になってきたから、今の最近のことって、はい、いや、人間に慣れちゃったのが増えてるから降りてきたんでしたね、でも九州にクマいないって言うと、クマモンしかないってことか、クマモンどうなったかね、宮根さんがとぼけたのけど、ご当地キャラだけでクマ、クマモン、クマモン一応ご当地キャラだけどね、さらっと宮根さんが言うの面白かった、ふふふ、宮根さん面白いよね、でたまに爆笑問題との絡みが一番面白いけどね、私はマジでスボスだ、爆笑問題の大川さんたまに絡む、千葉っていないんだね、あ、そうなんだ、なんか、ね、出てきたりだけやん、あ、いやでもこの間のあれか、宮根さんなんで生息地だったよね、あれ千葉入ってなかった、へえ、埼玉、あ、じゃあ茨城はちょっとかぶってたけど、うん、千葉は住めるような場所だけど、長野はバリバリ出るよ残念けど東京ですら言うからね、うん、というわけでまだこの石道路なんでまだまだ好き、奥と奥様だな、見るのが、はいはい、いないわけないよね、あんな深い山に、はい、わー、ちゃんイノシシに出会っても怖いな、突進してくるもんな、あっちの方がすぐ今もうん、イノシシも怖いね、そばとイノシシ、どっちも、どっちが合うと思う、いや、まあ、クマなんでしょうけど、でも運良ければクマこっちに来ないで去っていくことの方が多いじゃん、イノシシって突進してくるイメージしかない、うん、クマってもうご飯あげる、クマボケとかあるんだよ、うんうん、手でこうやって通らせて、怖いけどねあのキャッチャーみたいな投げただけで取るらしいよ、フェンスって、クマは多分ちょうだいって相当無理だと思う、
クマ殺されたよ。だってほら海外子供の頃から育てていたクマに殺された人いたじゃん、うん、あったね。結局そういうことは無理なんだよ、生存できない動物なんて。クマ警察のクマじゃない、襲ってるの。そういうことだよ。あのクマ超あざといって面白いけど。あのクマ完全に持ってるけどな。平八を欺こうっていう。あれクマいい。しかも帽子超でけえし。アイテムなんか誰でも被れる帽子ってあるんだけど、うん、クマ着せるとちょっとでかくなる。人の2倍ぐらいでかくなる。でもあの人があれだよね、アパンダのこと好きなんだよね。そうだよ、まあ、だいぶ、まあ、君たち無理やで、種族的にって感じだった。初めポールと一緒に組んでたよね。なぜか東と一緒にいるよ。弱いからじゃないですか。それかあれじゃないの、お賃金良かったみたいな。平八の方が金持ってるし、まあ財閥って。あ、来た、この石畳ですね。動物の本能で強い方にでさ従うってなるじゃん。まあね。あ、さ、最近さ動画でさ、今自由なんだけど、なんかこれ寒いなと思うのはさ、例えば何々に知り合いですかって言うんだ、うん、あれは寒いと思う、うん、知り合いやないのに知り合いと装って先に任せられたっていう。なるほど。たまに見るんだけど、あれは本当にやめたわいいかなって。例えば誰かとこうなんか悪さするとするじゃん、うん、っていうか、うん、女性となんかイチャコラしちゃったみたいな、けどお前何やってんだみたいな感じでさ、うん、動画編集してるんだけど、まあ、嘘だってバレバレじゃん、そんな。うん、ね、うん、誰だっけ、フィッシャーズの誰かがいなくなっちゃったんだけど、名前忘れちゃったけど、あ、フィッシャーズですね。そうそうそう、でも何やってんだって、なんか自作自演やってたけど超つまんなって。いや、さすがにそれはやめたらいいよって思ったけど、まあね、嘘の動画つまんないね、見てて冷める。終わりました。さあ、ここまで来ましたね、ついに。もう、あそこの光がもう終わりっす。足元とかでしょ。何してたか全然わかんない。とりあえず全然まだ全然生きてる。あげとしてやったらセブンだな。あまりこうやってないから全然電池いってる。山下お疲れ様ですな、ね、ここで1号路の入り口する。分かりづらいけど、ちょっとここ、こっちでやるか、位置でね。なんで、うん、ライト、はいはいはい、よしよし、放射登山者が、オッケー、山に一礼してね、ありがとうございました。よし、じゃあ帰りましょう。あ、暑い、あべ、ボス落としちゃった。